はどうだ。もう大丈夫です。襲われた時の傷というよりは旅をしてきた疲れが出たんだと思います。フェンディアスからだとグローザー連邦を越えた先にある転送法人から来たことになるからな。彼女は一人で旅をしていた可能性が高いですね。周囲には彼女の他に誰かいた痕跡はありませんでした。グローザー連邦は男の足でも旅をするには非常に危険な場所だ。姫様はまああのようなお方でしたから。そうですね。問題はなぜ彼女は里を出て危険な一人旅をしていたかですね。それとなんで魔物に襲われていたかだ。そちらはある程度推測が可能です。つまり彼女がオネルテスだからでしょう。オネルテスの瞳に宿る魔力か。だがゴブリンやオークが統率された動きを見せていたことの説明にはならないな。ガーブルの姿もありませんでしたしね。指揮する者が他にいたということか。いや、あの場にはそれらしい奴はいなかった。どこかに潜んでいただけかもしれないが。いずれにしましてもまずはこの方の意識が戻るのを待った方が良さそうですね。サイラス王、ご報告がございます。なんだ創造師、客人の前で私に恥をかかせるな。もう申し訳ございません。ですが至急お知らせする必要がございましたので。話してくれ。紹介に出ていたタイからの連絡でシグニハルト城の周囲に魔物の軍勢が押し寄せているとのことです。なんだと。紹介に出ていたタイは何をしていたのだ。それが報告では魔物の軍勢が突然現れたということです。突然の襲来ですか。だとすれば転送法人を利用したのかもしれませんね。それ以外には考えられん。紹介に出している隊は優秀な兵ばかりを揃えている。それにこの大陸の魔物、少なくともゴブリンやオークといった下級の魔物は駆逐したはずだからな。もしかして彼女を襲ったのは魔物の先遣隊だったのかもしれませんね。この城が目的なら合流して襲いかかってくるはずでしょうから。相手は一人、しかも女だ。それであの程度の数でもやれると思ったのかもしれんな。おい、悠長に推理ごっこしている暇なんてあるのか。そうだな、考えるのは後でもできる。まずは現れた魔物どもを撃つのが先か。すまないが手を貸してもらえないか。もう直々に頼まれちゃ断れないな。昔みたいな感じでよければ手を貸すが。頼む。報酬は弾んでもらうぜ。無論、働きに見合った報酬は払わせてもらおう。なら文句はねえよ。さてと、軽く終わらせてくるか。